トライアンフはイギリス海軍の航空母艦、コロッサス級航空母艦の一隻。ホーソンレスリー社で建造され、比較的迅速に工程は進捗したが、第二次世界大戦の終戦までに収益することはできなかった。トライアンフは朝鮮戦争に従軍し、後には支援艦に回収された。詳細はコロッサス級航空母艦を参照トライアンフは、 第二次大戦中の1943年1月27日に、ホーソンレスリー社の造船所で寄港され、ヨーロッパ戦線が終結する約半年前に浸水。1946年5月6日に収益した。1950年、トライアンフは、極東艦隊の一部として、イギリス連邦占領軍が駐屯していた、日本の広島県へ巡航する。 イギリスの植民地の香港に接近したとき、朝鮮半島で戦争が勃発したとのニュースが入り、部隊は警戒態勢に入った。トライアンフと姉妹艦のシーシュースは、駆逐艦コサックに護衛され、日本のクレで燃料及び食料を補給した。駆逐艦コンソート及び軽巡洋艦ジャマイカは、オーストラリア海軍のフリゲート、ショールヘブンイギリス海軍のタンカー、ウェーブコンカラーと共に、 トライアンフと合流し、艦隊は基地を出港した。翌日トライアンフ及び随伴艦艇はアメリカ軍が占領下に置いていた沖縄に向かい、アメリカ軍基地で給油を行った。続いて他のイギリス軍艦艇が集中する韓国西岸に向かった。当時トライアンフは極東における唯一のイギリス海軍空母であった。朝鮮戦争初期の数ヶ月間においてトライアンフは 大きな役割を果たすこととなる。アメリカ海軍艦隊と合流後、トライアンフ搭載の第827海軍飛行隊は旧式のシーファイアを用いて出撃し、第二次世界大戦末期のごとく,く多くの戦闘に遭遇した。トライアンフはまた朝鮮戦争初期においてフェアリーファイアフライも運用した。に国沖を進む HMS。 トライアンフトライアンフ搭載のシーファイア及びファイアフライはアメリカ空母バリーフォージの搭載機と共に7月3日にピョンヤン及びチナムの飛行場を攻撃した。シーファイアは機敏で高速であり信頼性も高い機体であった。これは北朝鮮軍が運用したソ連製の薬級と類似した外観を持っていた。このことは後に朝鮮戦争における トライアンフの配備において、悲劇的な事件の発生につながった。1950年7月19日、スーパーマリンシーオッターを操縦する p ケイン中尉は、撃墜されたカイオン・ユーコルセアのアメリカ軍パイロットを、荒海の中から救助しようとしていた。シーオッターは悪天候にもかかわらず着水し、パイロットはすぐに救助された。シーオッターは熟練したパイロットの技量により無事に、 トライアンフに帰還した。7月28日に悲劇的な事故が発生した。搭載機のシーファイアは作敵のため戦闘空域に展開した。彼らが発見したのはアメリカ空軍の B-29 爆撃機であった。シーファイアの1機が B-29 によって燃料タンクを銃撃され、パイロットは脱出、荒海の中に着水した。 公天のためシーオッターによる救助も不可能となり、パイロットはアメリカ海軍の駆逐艦エバソウルによって救助されるまで約1時間会の中で待つことを強いられた。トライアンフは戦闘空中紹介及び対戦水艦作戦を継続し、その後朝鮮半島海域を離れ、クレに帰還、修理のため8日間を過ごした。7月9日にトライアンフは韓国西岸に戻り、 巡洋艦ケニア駆逐艦コムスカナダ海軍のアサバス艦数と合流した。シーファイアは数多くの写真撮影偵察活動を木浦、軍山、チナム、ニ川で行った。続く数日にわたってシーファイアは北朝鮮軍の砲艦2隻を破壊し、鉄道に対する攻撃や小型沿岸船舶及び石油タンクを破壊した。 重工作艦としてのトライアンフ1952年にはアングルドデッキの試験に用いられている。朝鮮戦争終了後の任務はありあふれたものであった。トライアンフは予備役となり、1950年代半ばには訓練及び講師用の艦となる。1958年から65年にかけて改修が行われ、重工作艦として A108 の ペナントナンバーが与えられた。その後はシンガポールを拠点として1968年には極東での艦隊演習に参加し、イギリス海軍及び他国海軍の主力艦、多数の駆逐艦やフリゲートと共に活動した。トライアンフは重工作艦及び輸送艦として使用され、1975年に退役、1981年に除籍され、スペインで スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。